めちゃモテないサックス、ゴーゴージュンさん、じゃんじゃん、始まるよ。皆様、こんにちは、こんばんは、おばんでございます。サックスの近藤淳と申します。知っている人は知っている。初めての方は、Nice to meet you! 大変、大変、ご無沙汰しております。もう1ヶ月以上空いちゃったでしょうか。ずっと更新しておりませんでした。皆様、お元気でしょうか。私は、元気でおりました。しかし、仕事が詰まってて、なかなか更新できなくておりまして、智子大先生の宿題が山のようにここに溜まっておりまして、大変な状況でございます。まずはご無沙汰したお詫びと、順調に智子先生とワコップさんのデュエットの譜面販売なども毎週金曜日、それは継続してやらせていただいておりまして、順調に皆様にお買い求めをいただきまして、本当にありがとうございます。というわけで今日はですね、私が元気だっていう生存確認を兼ねまして、今日から始まりました。甲子園テーマ、栄冠は君に輝くを皆様にプレゼントしたいと思いまして、早速演奏してみました。これを聴いた後に、あ、これいけそうじゃん、欲しいなと思う方は、どんどんダウンロードしてください。それでは、栄冠は君に輝く。どうぞ。栄冠は君に輝く、絶好調に甲子園始まっております。皆様応援いたしましょう。本当にオリンピックもね、オリンピック見ないぞなんて思ってたんですけどね、見ましたよね。やっぱりね、感動いっぱいいただきました。金メダル取った方も取れなかった方 もう本当に素晴らしいオリンピックだったと僕は思います。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。 YouTube を始めまして3年目になりました。ということで T シャツも3号機1号機2号機3号機はい3号機作りました。はい、これ片方号です。はい、もし欲しいぞという方いらっしゃいましたら、デュオデュオの方に来ていただきましてご購入お願いできましたらと思います。1万2000円でございます。私はちなみにこのグレー生地もいいしね、長い間着れるっていうか、なんかそんな気がします。はい、黒にピンクも可愛いですけど、はい、そんなわけでどうぞ1号機2号機3号機よろしくお願いいたします。はい、今日はこの辺で早いですけれども、早いってかわかんないですけど、栄冠は君に輝くということで、甲子園の皆様、どうぞ8月26日まで開催されるということで、皆さん応援しましょう。はい、そして私の方はですね、次のデュエット曲に取り掛かりたいと思いますので、今回は間を空けないで、どんどんデュエットの曲を更新していく予定でございます。次の曲に取り掛かります。それでは、さようなら。ゴーゴージュンさん、じゃんじゃん、また見てねー。